自覚とは、自分自身の置かれている状態や、自分の価値を知ること。本来は、仏教用語である。自覚は単に意識のあるなしを意味するほかに、文字通り自ら悟ることを指す。悟るとは、気づくことであり、気がつかないことを反対語として、深くという。分裂状態も意識が統一をなし、純粋経験を経験するためには、見られる意識と、見ている意識という主観と対象の対立を克服する必要がある。京都帝国大学の西田喜太郎は、自覚における直観と反省において、意識は直観としては純粋経験であり、主客の未だ分かれない、知るものと知られるものと一つである。現実そのままな、普段信仰の意識だと主張する。反省は、この信仰の外に立って、翻って、これを見た意識であり、両者が結合することが自覚だとの解釈を意示した。純粋経験の立場から西田は自覚の立場へ進む。その後、自己マイナス内から移しへという形式を提唱する。直観も反省も自分自身の意識であり、自己内に自己を投射するとする考えに至った西田は、意識を問題にしているため対象も意識でしかないため、対象意識も自己の意識経験に含まれたと考えた。一般人の意思とは意識経験の根源的な統一の働きと考え自覚とは自己の種々の意識が自身の意思の表出として自己に意識として投射された意識だと主張した。あらゆる意識は統一的な意識である側面を内包しているため直観である。この統一する働きが意思であり、すべての意識は自己マイナス内から移しへとして自覚の働きであるということになり、自覚こそが直観と反省的な思惟の根底にある実在だと主張した。ありがとうございます。